今回は2022年アニメ爆笑シーンベスト10を解説するぜ。去年のアニメの笑えたシーンで、私が面白いと思ったほど上位だ。あくまでマリーが面白いと思ったところ、ってことで一つ。10位は異世界迷宮でハーレムをだぜ。エロ要素満載のナロー系異世界ものだ。YouTube では全然見せられないやつだ。このアニメはハーレムと言いつつ、主人公のミチオはずっと奴隷のロクサーヌと二人だけで行動していたのだが、終盤の11話で、やっと二人目の奴隷のセリーが加わるんだ。これは、ロクサーヌちゃんは面白くないのでは？ロクサーヌはセリーに対し、一番奴隷のロクサーヌと言います。よろしくお願いいたします、と自己紹介した。ご主人様の決定には従う、さすが一番奴隷。それを聞いてミチオは、いつの間に一番奴隷なんて地位が、と心の中で突っ込むんだぜ。え、一番奴隷ってロクサーヌちゃんが勝手に言い出したの？ここで唐突に出てきた言葉で、実況でも突っ込まれまくりだぜ。まあでもロクサーヌちゃんも可愛いところあるってことで。9位は国籍ピックの2期だぜ。1期は大人気だったカオスラブアニメだ。国籍なら笑えるところたくさんあるやろ。2期も1期に続いて、前半と後半をほぼ同じ内容で声優を変えて放送していたのだが、史上最速の再放送。10話の後半は国宝岡本信彦さん、ピミオ阿部敦さんが担当したんだ。とある魔術のインデックスの上条東馬とアクセラレータのコンビだね。ここでは阿部さんはカワウソを演じているのだが、僕こと握手したカワウソはいきなり指相撲を始めて、この幻想をぶち出す。東馬の決め台詞。へぇ、やろうってのまんまアクセラレータの演技やん。とサービスしてくれたぜ。その後のクイズコーナーでアフリカの自然公園が映るが、阿部さんと岡本さんは行きたいなぁなどと雑談を始める。もはや演技でなく、オーディオコメンタリーやん。そして飛行機が出てくると阿部さんが唐突に、これはファミコンの怒りの一番最初の不時着するところですね。と言い出すんだ。は？怒り？何それ？怒りは SNK が1986年にファミコンで発売した、アーケード移植のミリタリーシューティングアクションだぜ。阿部さんはでとゲーム BGM まで歌う。岡本さんははいはいはい、あーれねと言ったものの、知らなかったようで、その後ちょっと気まずいような沈黙が続く。私は笑いが止まらなかったぜ。阿部さんが滑ったか、でも説明する尺もないな、とかいろいろ考えてると思うと、じわじわ来るね。8位はサマータイム連打だ。夏の離島でタイムリープを繰り返して敵と戦う SF バトルものだぜ。マリーが去年の最高傑作って言ってるやつね。14は、主人公が、に戻りをして時間が過去になって、敵のしおりはいきなり食事中になる。クギミアリエさんの声だ。両親も一緒だが二人とも偽物でしおりに操られている。しおり自身も元の少女の偽物だ。この家族はもう手遅れなのか。そしてなんとラスボスの死でも一緒に食べてるんだぜ。これには吹いたわ。絵的に浮きすぎやろ。実況人からもそう突っ込みだぜ。でもこのシュールさは、それまでのシリアス展開を見てないと伝わらないかな。7位は4人はそれぞれ嘘をつくだぜ。宇宙人忍者能力者などの正体を隠してる少女たちのギャグアニメだ。この回はパロディが多い。まずはジョジョパロ。逃げるんだよ、スモーキー。わあ、なんだこのアニメー。そしてカイジパロ、ザワ、ザワ。売れるのは、自虐走り他人出し抜けるアニメ。他にも初めの一歩のデンプシーロールのパロなんかもあったが、パロディやりすぎやろ。唯一笑ったのは、4人のうち1人がさらわれ、それを歌手にスカウトされたと勘違いするシーンなのだが、なんと孔明と月見英子が登場。パリピ孔明のパロディ、これはレアだね。でもこんなにパロってて大丈夫？このアニメの原作は講談社の別冊マガジンだから、一歩も開示も孔明も同じ出版社なので大丈夫だぜ。あれ？でもジョジョは集英社。さ、次行こうか。6位はブラックロックシュータードーンフォールだぜ。荒廃した未来が舞台のバトルアニメだ。令和の北斗の拳。4話。前回、主人公のエンプレスは人質を救おうとしたが失敗し、落ち込んでいた。エンプレスちゃんのせいじゃないよ。するとモニカは、気晴らしに私と、せー、すでもします。と言い出す。はぁ、しかしエンプレスは意味がわからず、モニカは愛の行為と説明するが、エンプレスは寝てしまうので未遂に終わる。よかった、エンプレスちゃんの貞操は守られた。次の日、エンプレスは彼女を溺愛しているデッドマスターに出会う。早見沙織さんのヤンデレキャラ。デッドマスターはエンプレスに私はあなたを愛しているという。ユリ展開いいぞ。するとエンプレスはそれってセスのこと？と聞いてしまう。あ、さらにエンプレスは、昨日モニカに教えてもらったと続ける。やばい。デッドマスターはブチギレ、ここは笑った。モニカちゃんは無事だったのだろうか。なおこのアニメのシナリオは魔法少女特殊戦アスカの原作者だけど、こっちもユリ嫉妬ギャグが面白いんだぜ。ユリのエキスパートだったとは。5位はジェシンちゃんドロップキック X だぜ。
クズな悪魔少女が主役のギャグアニメの3期だ。写真ちゃん、このチャンネルの常連ですの。1話、写真ちゃんはリエールという、女神の少女に初めて出会う。リエール様の声優、ウマ娘ではツインターボ師匠。ところが写真ちゃんとリエールは、2期の番外編の千歳編ですでに会ってるんだぜ。あ、余計なことは忘れるですの。まあ千歳編で2人はすでに知り合いのように書かれてるし、千歳編は後の話と解釈すれば問題はないのだが、3期3話の最初で、写真ちゃんは千歳に行ってリエールに会った記憶がない描写が入ったんだぜ。え、余計なことはしない方がいいですの。なんなんですの？この私だけが知らない世界線は、と戦慄する写真ちゃんであった。メタなギャグなんだろうけど、変な辻褄合わせとかせずに、千歳編は普通に例外でええやろ。4位は RPG 不動産だぜ。キララ系の不動産屋で働く女子の話だ。評判良くなかった割には上位？8話、主人公の琴音たちは洋服屋にやってきた。琴音が試着してみると、胸のところがきつすぎる。巨乳の人だけがわかる辛さだねー。それを虚無の表情で見る先輩方。目が死んでいる。すると琴音と仲良しのファーはこう提案した。お胸のとこ、丸っと切っちゃえばいいよ。丸だしいい。さすがの琴音も恥ずかしくて街歩けないよと断ったけどね。面白いかもしれんけど、センスが、やはりこの作品。3位はかぐや様は小倉せたいウルトラロマンティックだぜ。生徒会ラブコメの3期だ。アニメはいつ完結するんだろう。8話、石神といいのは学校で遅くまで文化祭の準備をしていた。私もこんな真っ当な青春を送りたかった。そこにメガネ女子のおさらぎがやってきた。おさらぎは団長というあだ名の先輩の男子と挨拶を交わす。石神に団長と知り合いなの？と聞かれると、おさらぎは知り合いっていうか、付き合ってると答えた。驚愕するイーノと石神。てか、おさらぎさんってイーノさんと親友じゃなかったっけ？イーノはそんな素振り全然なかったじゃないと問い詰めるが、おさらぎは文化祭の準備で話すうちに、流れで付き合うようになったと答えた。流れで？ LINE してたらそういう流れになって、団長に試しに付き合ってみると言われたからまあいいかな、だそうだぜ。私も流れに乗りたい。文化祭を女友達で回るとかダサいし、クリスマスとかも控えてるじゃない、とおさらぎは言う。まあそうだけど、論理的に考えて男いるでしょ。とおさらぎは言い放った。論理の問題なの？ハートの問題じゃなくて？文化祭前のこの時期、フリーの相手なら告白の成功確率 60% はある、とおさらぎは語った。なんかそういうデータあるんすか？おさらぎさんのイメージとかけ離れた、サバサバしたリアルな恋愛感に私もショックを受けたぜ。勉強になります。なおこの後石神が、団長が自分の好きな人と付き合ってないことが分かって喜ぶシーンが、洋画ショーシャンクの空にのパロディなのも笑った。名作らしいね。2位は僕とロボコだ。パロディネタが大量にあるショートギャグアニメだぜ。笑ったのは2話。ガチゴリラとモツオがボンドの家に遊びに来た。ジェ、アントス、音の、谷にた何か。ボンドのロボットメイドのロボコは、いつも通りヘマをやらかしてしまう。ロボコには膝ナッパさえあればいい。ガチゴリラとモツオは、ロボコをパチモンだろうと笑う。と、エモンでよくある展開。するとロボコは、誰がピーだと抗議をする。これには大爆笑したぜ。え、どういうこと？鬼殺の剣って書いてあるみたいだけど。鬼殺の剣は2020年の韓国のアプリなんだが、鬼滅の刃のパクリだと大炎上していつかで詐襲したんだぜ。そんなヤバいやつのパロディをやったのを。僕とロボコは週刊少年ジャンプの作品なのに、こんな際どいネタのパロディをやるとはすげえと思ったぜ。集英社さんも相当怒ってたんだろうね。では流行る2022年爆笑シーンの1位は、マリーは何で一番笑ったのか？影の実力者になりたくてだ。小説家になろう原作の異世界転生もので、ギャグ要素がかなりある。ただ全20話のうち前半のギャグは面白くないなと思ったが、後半のイプシロンで爆笑ポイントがあった。かわいいエルフちゃん。彼女はロリ体型なのだが、自在に変形するスライムスーツを着て、ナイスバディのふりをしている。ロリエルフのままでいいのに。しかし12話で彼女に大変なことが起きてしまう。やられちゃうの？なんと、敵の剣でイプシロンの偽父が、スパーンと切られてしまったんだ。うわぁ、でも偽父でよかったけど、イプシロンは、天然に、勝利するために。と言って、自力で取り戻して偽父を復活させたぜ。いや、偽父ではどうあがいても勝利にはならんやろ。私はアニメでおっぱいが切られるというのは見たことがないので、大爆笑してしまったぜ。手足切断はよくあるけど父切断はないよね。シブルイの原作で引きちぎられるというのがあったけど、アニメではその描写は避けてたしな。本物をそうするのはテレビでは無理だろうね。以上、2022年アニメ爆笑シーンベスト10を解説したぜ。
なんか、上位の方はおっぱいネタが多くなかった？そうかな？気のせいでしょう。この動画が良かったらチャンネル登録や高評価お願いします。笑ったらよろしく。それではまた次の動画で。